こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、芦田愛菜さんね、いよいよ次週登場でございます。麒麟が来る、次週いよいよ芦田愛菜ガラシャ登場、光秀の美しき娘タマ、予告で父上、俳優の長谷川博己さん主演の NHK 大河ドラマ麒麟が来る第38回丹波攻略命令の予告が12月20日公開され、芦田愛菜さん演じるタマの登場が明らかにされた。タマは細川ガラシャの名で知られる光秀の娘、予告には父上と呼びかけるシーンもあった。タマは天真爛漫な性格で光秀の心の支えとなる美しき少女。10月31日に公開されたビジュアルのキャッチコピーは光秀のまな娘、後の細川ガラシャとなっていた。なお第38回丹波攻略命令では加藤清史郎さん演じる実人親王も初登場する。麒麟が来るは59作目の大河ドラマ、1991年放送の太平記などで知られる池端俊作さんのオリジナル作。ドラマでは謎めいた明智光秀の半生に光を当て、戦国の英傑たちの運命も描く。はい、というニュースでございました。ちょっとね、今日アングル変えて、新しくカメラ買ってみたもんですから、その撮影も兼ねてレンズの調子も見つつという撮影でございます。まあちょっとどうでもいいっちゃどうでもいい話なんですが、予告にね、ついに出てまいりましたね、芦田愛菜さん。いつ登場かなと思ってたんですが、第38話で登場でございます。全44話の予定ですので、まあ残り6話登場という予定なのかな。まあ次回がね、丹波攻略編っていうことでございますので、天正3年から4年にかけてのお話でございます。赤井直政ね、ついに誰がやるかっていうのをね、発表されることなくこの丹波攻略編まで来てしまった感じでございます。まあ皆様お待ちかねであろう忠興と、多摩の祝言でございますね。こちらは天正6年のお話でございますので、まあ40話ぐらいになるんですかね、なるんじゃないかなという想像でございます。まあもしかしたらその次のね、39話のお話なのかもしれません。個人的にはね、もう少しじっくり丹波はやってほしいななんてね、思う感じはするんですけど、まあ残りはのね、残りの話数を考えると、もうじっくりやってるっていう感じにはならないのかななんてね、思う次第でございます。あの丹波攻略編の補足動画につきましては、あの過去のね、動画の方にございますので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方からご覧いただければと思う次第でございます。さて、今日はね、特に歴史の話どうこうっていうお話ではございません。これでね、麒麟が来るもいよいよ大詰めではございます。まあ年は越すわけではございますが、最終回は2021年の2月7日の日曜日、最終回は15分拡大スペシャルと、夜8時から9時までの放送でございます。果たして本能寺の変あるのかないのかね、この辺皆さん気になるところではないのかなと思う次第でございます。